唇に歌おうは中田栄一の青春小説。NHK 全国学校音楽コンクールの課題曲となった手紙背景15の君への作者であるアンジェラ・アキのテレビドキュメンタリーをもとに小説化された。2011年11月24日に小学館より出版され、2013年12月6日には文庫版が刊行された。 また、ジュニア向け小説として2015年2月18日に、小学館ジュニア文庫版が発売された。映画化され、2015年2月28日に公開された。長崎県五島列島のとある島の中学校。合唱部顧問の松山春子は三級に入るため、代わって、松山の中学時代の同級生、自称ニートの臨時教員、柏木由里に、 一年間の期限付きで合唱部の指導を依頼する。それを知った校内では、柏木の美貌目当てには勝部に入部したいという男子生徒が続出し、桑原悟、向井圭介、三田村陸らが入部したが、もともと合唱部には女子しかおらず、以前から合唱部に所属していた中村なずな、長谷川琴美、辻恵里など受け入れる側の女子生徒と圧力が生じる。 さらに、柏木は7月に、諫早市で行われる NHK 全国、学校音楽コンクール、長崎県大会出場にあたっても独断で男子との、混成での出場を決め、合唱部の男女生徒間の対立は深まる。その一方、柏木は、課題曲、手紙背景15の君へにちなみ、誰にも見せる必要はないから、15年後の自分に向けて、手紙を書けと部員に宿題を出す。 これを受けて一同がそれぞれに書く手紙、あるいは登場人物同士の会話を通じ、彼らがそれぞれに抱えている秘密と心の傷も明らかになっていく。その後、合唱部内でのある事件を経て、これまでやる気のなかった合唱部所属の男子生徒もコンクールに向けて真面目に練習に打ち込み始めるなど次第に部内のわだかまりが解消されていき、やがて、 長崎県大会の本番に挑むことになる。森大使の作画で漫画化され、月3で2013年4月号から2014年8月号まで連載された。2015年2月28日公開の日本映画。配給はアスミックエース。主演は荒垣結衣。監督は日だまりの彼女ホットロードなどのミキ高弘。監督のミキは映画化にあたり。 生徒たちの15年後が柏木になるような物語、15歳の自分と大人が交わす往復書館のような映画にしたいと構想していた。荒垣を柏木役に起用した理由としては、荒垣が先生っぽくない人だからとし、まだ大人になりきれない柏木が生徒と向き合ううちに、大人になっていく柏木を求めているからとしている。また、荒垣の明るいイメージとのギャップも大事なことだったと。 している。ピアノ未経験者の荒垣は、撮影前に3ヶ月の特訓を行い撮影に挑んだ。合唱部の生徒役については、全員はオーディションを行った上で起用。こちらも半年間にわたる合唱練習を経て、撮影に挑んでいる。撮影は2014年7月より、約2ヶ月をかけて、五島列島を中心に全編にわたり、長崎県で行われた。 ミキは映画化決定より前に、後藤列島を訪れて、調査を行っており、後藤列島で撮影をしたいと思った理由として、映画を後藤列島の穏やかさで包みたかったとしている。映画のキャンペーン中には、女子部員7人が、アイドルユニットリップスを自主的に結成。お遊びで、セルフプロデュースしたものだったが、2015年3月24日には、ポニーキャニオンから、 壁ドン背景、勇気を出せない君へとのタイトルで楽曲が配信されるまでに至った。主要なキャストについては、映画公式サイトのキャストを参照。中後と中学校教師中後と中学校が勝負、中村や桑原やその他こへのみの出演ロケ地の、福江島での先行上映や、さぬき映画祭、夕張国際ファンタスティック映画祭での招待上映がされた後、 2015年2月28日に新宿ピカデリータ全国260スクリーンで封切られ、週末工業成績は観客動員は72,900人、工業収入は8,303万3,900円を記録した。10代から70代までの幅広い年代が鑑賞している。全国公開前に行われた試写会では鑑賞者の95%が感動したと、 回答した。ピア映画の調査による2月27日、28日に公開された新作映画を対象とした満足度調査では13作品中1位を獲得した。受賞ありがとうございます。